はよう、ジャン君。ちょっと影になってるね。ちょっとこっち側に行くか。ジャン君。はい、感じです。今日はですね、うちの母が、第1回を教室を開くということで、近所の友人が、車を出してくれるということになったので、黒犬マオイは、搬入を、手伝わなくていいことになってしまいました。まあ、車に積むだけということですね。ただ、現地の模様を、あ、そっか。生放送の時間と被っちゃうので無理かな。じゃあな、事後報告映像では、お見せできないかもしれないですね。それをちょっと本人に任せるのは無理なので、ということで、今日初の、原色ドライフラワーの教室第1回ということだそうです。頑張れ母ということですね。この辺が今日の教室用の資材だそうです。ちょっと僕にはわかりませんが。あとね、なんか、作品を飾るディスプレイをできる場所があるということで、その発泡スチロールのレンガですね、これ前に買って持っていたのを台として使おうということで持っていくそうです。行ってきます。はい、それでは頑張っていってらっしゃい。ジェントルマン、ジェントルマン、実はこんなことになっています。わかりますか？足の間に挟まり毛布をかけられています。お下がりとしていただいた、iPad ですね、こちらを今立ち上げております。そしてですね、操作が全く分かりませんので YouTube の方で、シニアのための iPad 使い方講座、ドラマなど見たりするときこれですねこれを見ながら勉強をしています。こんな感じですね。そしてこの時にですね、先日購入しました、これは、合唱団の、先生のために、購入しましたもの、スピーカーですね。このように音量が表示されますので、これを見て調整するといいと思います。わかりますかね、これね、音が勝手に調整されるので、音の変化ちょっとわかりにくいかもしれないんですが、この机にくっつけると大きな音になります。そしてカメラがあります。こういうことですね。フェイスタイムと呼ばれる、これ、先生が黒岩さん持っててっていうふうにカメラでですね、僕が管理することになってしまいました。IC レコーダーも含めてですね、ちょっとうるさいかな。ということで、
YouTube を見ながら iPad を勉強し、活用していく、なんと、新たな流れが生まれました。これ頑張ります。これもね、なんかうまいことを活用したりなんかして、いきます。まあいろんなことをやっていますが、仕事もしていますよ。ご心配なく。シニアのための iPad、あれなんだったっけな、ためになっちゃいましたよ。だいぶ使えますよ、これ。多分ですね、まあ、今 iPad を持ってる方は、ずっと使ってらっしゃる方だと思うんですが、初めて使うと、やっぱシニア向けのやつがいいですね。なんでその分かんないことが分かんないのみたいなの全部ゆっくりゆっくりやってくれてます。ということで、ここを押すと戻るよとかね。あと、ここのホームボタンはどうとか、そういうことですね。なんとか少し使えそうな気になってきました。